皆さんこんにちは、デビルアテムです。ミュージックノートライブ楽しんでいきましょう。
アットジャムエキスポ2015横アリデチャイムショールームにチャレンジしてストロベリーステージのオープニングアクトを務めさせていただいてから6年、毎年憧れであり目標であるこのステージにて本日皆様にレーベル移籍を直接お伝えするつもりでしたが、新型コロナの影響で出場辞退となり、このような形でのご報告となりました。申し訳ございません。夏フェスやライブシーンにアイドルの存在が欠かせなくなり10数年、会場を沸かせてきた数々のアイドルソングをカバーするラブアイドルプロジェクトを私たちはこの夏始めました。私たちが元気をもらってきたアイドルというカルチャーの灯火を絶やさぬよう大切に歌い継いでいきたいと考えています。来年は必ずこのステージに帰ってきます。今後とも天候少女をよろしくお願いいたします。天候少女メンバースタッフ一同、皆さんこんにちは、クランポップです。皆さんアットジャム楽しんでますか？イエーイ、ありがとうございます。今日ここストロベリーステージでこの後デンタ組インクさん、私立恵比寿中学さん、桃色クローバーゼーさんのライブが行われます。最後まで楽しんで帰ってください。今日は本当に本当にありがとうございました。以上、クランポップでした。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、またね、楽しんで帰ってね、バイバイ。アンコール
ございます。せーの、くまりデパートです。はい、さおにこです。かえるふうかです。小田あやねです。山野めいです。ならすまらです。ゆうなこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ミュージックノートショーケースということで、私たちくまりデパートはミュージックノートからシングルを6枚、アルバムを2枚リリースさせていただいています。これからも私たちの楽曲で皆さんに笑顔を届けていきたいと思います。イエーイ。はい、私たちはこの曲たちと一緒にただいま限界無限大ツアー2021というものを開催しています。全国8カ所を回るツアーになっていて、なんとツアーファイナルは11月5日 ZEP ダイバーシティ東京にて開催されます。こちらのチケットが昨日より一般販売開始となっています。ぜひ今日見てくれて気になった方がいたらぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、くまりデパート最新シングルより聴いてください。限界無限大 10%。
以上、ひまわりデパートでした。ありがとうございました。